食べると締めてくれと言いたいところだけど、ないね。はい、よろしくお願いします。ファッキューって言った今。ファッキューって言ったよな。はい、よろしくお願いします。U ターンやん。やめてや、ほんまに。こんな最低や。人が暴言中みたいな言うの。うざいよ、なんかそのエセ関西弁みたいな。やめて。よう言ってくれた。いや、エセとかやないねん。いや、もうずっとね。ちょっとどころの話じゃないから。しかも、いたです。何くれてやるよ。こうやったけど。味方。ちゃんぱいるって。撃たれてる。ね、当たんない、クレーバー。クレーバー、クレーバー持ってんの？シールド置いた。シレット？撃たれている。半分こ、半分こ。え、無理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 。半分こ。お前最近私に渡してないよね、だって。あ、最後に半分こしたのは俺からだったんだけどね。最後に半分こしたのは俺からだった、ちなみに言って。ちなみに言っとく。いくらの10人。こっちに行くのに5分じゃねえってね。あそこ。何でもない。ほほほほ、やばい、これトイレしないとちょっと膀胱が。トイレ行きたいの？あ、膀胱がやばいですわ。トイレ行ってきな。それあの人に言ってます。二次の新人の方ね。やばいですわ。私ちょっと。おトイレに行かないと。花部さんもちょっとお嬢様キャラ取られちゃって、あれ強すぎるって。花部さんお嬢様キャラか。いやいや、お嬢様よ花部さん。そう言えばとかやめなさい。そう言えばお嬢様だよ。あいつはVスポのお嬢様だよ。花部さんもなですわって初めから言っとけばな。まあでも確かに 100万天原さんは一般人か。お嬢様を目指している一般人だから別にお嬢様ではないのか。お嬢様とで言えば花房の方が勝ってるってこと？こっちとか。いやそうよ、所有物はもう花房の方。そうよ、戻りました。あいつ自家用ジェット持ってるし。ジャッジメントですの。え、なんで？は？待って、お前いると思ってたし。なんかリングは全然近いね。もうなんでそんなとこ行っちゃうのすぐ。いや違うとこ、遠かったから来るまで。さっきまでいたじゃん。このバグって治った？しっかりだよ。多分治ってると思う。残り30秒で。あんたたち空を見な。うん。ケアパッシールドをリチャージする。はい、もらい。うん、はい、もらい。治ってないわ。中に残ってる。取ってきてもいい？バグのせいで多分。あの子苛立ってるわ。怖い。ああ。うるさいよ。うるさいよ。ちょっと。なんでこの上も乗れねえんだよ！うるさいな。お母さんの前でやってるって考えたらなんか心配になってきちゃった。普通に、お前だけは言われたくねえよ。なんでよ。タイパン怖い。どんだけタイパンしてと思ってんのお前。お母さんの前でやってないよ私。いやでも見てないところでマウスぶん投げたりしてたんでしょ。だってうん、そっちの方が怖い。そうかな。